はいどうぞ、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay10 月は最大30%還元、PayPay ポイントを使ってお得なキャンペーンや、PayPay ポイント運用での新サービスも開始ということで、今回は PayPay ですね。この動画ではその PayPay で直近で開催されているキャンペーンと、来月から開催されるキャンペーンについてお伝えします。普段から PayPay 利用されている方は必見ですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回大きく4つに分けてお伝えできればと思うんですが、まずその1つ目がこちら、PayPay ペーペー最大30%還元ということで、それがこちらでございまして、PayPay ペペポイント付与額1億ポイントを突破、LYP マイレージ対象商品を買うと30%戻ってくるキャンペーンの実施についてということで、ここに出てるように、LYP マイレージを利用いただき、発行された PayPay ペペポイントが1億ポイントを突破したことを記念して、PayPay ペペポイント付与額1億ポイントを突破、LYP マイレージ 対象商品を買うと最大30%戻ってくるキャンペーンを2023年の10月の1日から10月31日まで実施されるということでございますで、普段から PayPay、まあ、を使い慣れている方であれば LYP マイレージっていうのがご存知かと思うんですけどもこの LYP マイレージについて簡単に説明をするとまずこの LYP マイレージってサービスは PayPayLINE、Yahoo の EC 店舗横断のマイレージ型販促サービスですで、対象店舗で指定された 商品をペイペイで購入しそしたら商品ごとにそのマイレージっていうのが貯まってってマイレージが設定金額に到達したらペイペイポイントを獲得できるサービスでございます後ほどどういった画面になるのかちょっとお見せしますね LYP マイレージの対象店舗は街のお店まあ、よくあるのがドラッグストアとかもそうなんですけども他にも Yahoo ショッピングの対象ストアがそういったところでお買い物したら LYP マイレージが貯まります LYP マイレージの参加企業は現状僕が調べる限りは朝日飲料とか ココカ・コーラ・ボトルズ・ジジャャパパンンそして P&G ・ P G、ジャパンの4社とということで、ございますで専用ページはですね、こんな風になっておりまして、今、商品一覧でこんな風に、ドリンク、日用品、コスメっていうジャンルで見ることができます。例えば、ドリンクの場合なんですけども、アサヒ飲料の層っていう飲み物であったり、ツ矢徳のグレープスカッシュ、まあ、こういったものがあったりします。で、達成金額、先ほどお伝えした設定金額のところで、1000円という風にありまして、これを達成したら50ペイペイポイントがもらえるということで ですね。あとは朝日天然水の天然水シンプルエコラベルこれも1000円分購入したら50ポイントがもらえると例えばこちらの三ツ谷徳のグレープスカッシュというものが、まあ、1000円分購入したら50ペーペーポイントもらえるということなんですけども先ほどお伝えした対象のお店ですね今出てるようなウェルシアであったり杉薬局とかツルハドラッグ、サンドラッグ、他にもこの点3つのところをクリックするとこういった風に対象チェーンがずらりと出てきましてヤフーショッピングも対象でございますで、こういったお店でペーペーで決済したら徐々にねこの前 マイレージっていうのが溜まってて50ポイントがもらえるっていうのが LYP マイレージというサービスではあるんですが今回はその来月にその LYP マイレージの対象商品を購入したら最,最大30%戻ってくるキャンペーンっていうのが、まあ、発表されておりますまあ、現状発表されてる情報はかなり限られてはいるんですけども対象商品および対象店舗については10月1日に掲載予定のキャンペーンサイトでお知らせがされるとで対象者についてはキャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を 購入いただきペイペイを利用して支払いされたユーザーの方、ま基本的にペイペイ使っている方が対象ですね。でキャンペーン内容としたら、キャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を購入され支払いにペイペイをご利用いただいたユーザーに対して最大30%のペイペイポイントが付与される。お酒の場合については最大で1000円相当のペイペイポイントが後日付与されます。でペイペイポイントの付与時期は12月末予定ということですね。なのでまあ今回は l y p マイレージということでかなり限られ いるんですけどもまあ、現状ですね。まあ、こういった商品たちがもしかすると30%還元でお買い物できるかもしれないということですので、まあ、これについてはですね、10月のキャンペーンが発表され次第ですね、公式ページなり、そこでアプリ内であり、まあ、チェックしていただければなと思います。まあ、普段からこういった商品をね、購入されてる方からすると、結構お得なキャンペーンになりそうな予感はしますよね。というのが一つ目、続きまして二つ目は、対象店舗で PayPay ペペポイント利用で1000ポイントということで、それがこちらで、 でございます。ぺいポイント使うなら今対象店舗でぺいぺいポイントでの利用で状況を達成すると全対象店舗の合算最大1000ぺいぺいポイントがもらえるっていうキャンペーンが9月の1日から9月30日まで開催されておりますでこちらのキャンペーンなんですけども本キャンペーンはぺいぺいポイントでの支払いのみが対象ということですのでぺいぺいの残高払いとかクレジット払いそういったのはですね対象ではなくてまあくまでもこれまで貯めてきたぺいぺいポイントで 支払いされた方が対象ということですねで、PayPay ポイントでの支払い方法の確認ということなんですがこんな風にですね基本のポイント利用設定を貯めるに設定しておくと普段のお買い物でポイントがまず貯まりますで、対象店舗でポイントを使う時に決済画面で PayPay ポイントを使うをオンにすると貯まったポイントを利用することができますよということで分かりやすい画面もこちらに出ておりますね貯めるを選択してたら普段の PayPay ポイントが貯まってて PayPay ポイントお買い物の時に使いたい っていう方はペーペーポイントを使うにチェックを入れるとまあ、青くこうスイッチが入ってお会計時にペーペーポイントを使ってお買い物ができるということでございますで気になるその対象店舗なんですけども各対象店舗でのご利用ポイントを累計して付与ポイントを計算しますなお2倍加盟店でのご利用ポイントは2倍に加算されるということであの ebook japan とかですねこれが結構ポイント2倍ということでお得になります他にも通常の加算店舗としてセブンイレブンとかミニストップウェルシー キリン堂とかあと湖南とかペイペイフリマとかヤフーショッピングこういったところがですね対象店舗ということですのでこういったところでご自身がこれまで貯めてきたペイペイポイントを使ってお買い物するとそうすることでペイペイポイントがもらえるということですのでまあわかりやすくこんな風に出てますね期間中の対象店舗のご利用ポイントが1000ポイント3000ポイント1万ポイント2万ポイントを超えるとペイペイポイントが付与されるということですのでご利用するポイントが期間中累計が1000ポイントで使った場合 については50ポイント付与3000ポイント使った場合は150ポイント付与で1万ポイント使った場合は500ポイント付与で2万ポイント使った場合は1000ポイント付与ということでございますで今回付与されるポイントについてはですね10月中旬以降に付与される予定ということですので今回のこのタイミングでまこれまで貯めてきた PayPay ポイントを使うっていう感じになると結構お得にですねお買い物ができちゃいますんでま普段から PayPay ポイント運用とかで運用されている方もいらっしゃるかと思うんですがこの期間中については普通にお買い物 した方がですねちょっぴりお得になるかもしれないというキャンペーンにはなりますんでご自身が溜まっているペイペイポイントを利用するナイスタイミングなんじゃないかなというふうに思います 続きまして二つ目のキャンペーンが、PayPay ポイント運用初めてか久しぶりで2%還元ということで、これも結構面白いキャンペーンなんですよ。それがこちらでございます。PayPay ポイントを使うなら今9月のポイント運用限定で、ポイント運用が初めてお久しぶりの方は、ポイントを追加したら2%戻ってくるというキャンペーンでございます。PayPay、まあ、ポイント運用っていうのは簡単に言うと、たまった PayPay ポイントを、まあ、その名の通り運用すると、ちょっとした投資ができるというサービスなんですが、そのキャンペーンが9月 30日まで開催中でキャンペーン内容はキャンペーン期間中にポイント運用で追加したポイントの合計額に応じて2%分のペイペイポイントが付与されますで気をつけてほしいのはここ見ておいてほしいんですけどもキャンペーン期間中にポイントの引き出しいわゆる交換を一度でも行うとポイント付与の対象外となりますので必ず参加する際にはここを気をつけてくださいで今回はポイント運用のキャンペーンで追加したポイントの2%分が付与されますでもう一つ似たようなサービスでペイペイの資産運用 っていうサービスがあるんですがこれは対象外となりますのであくまでを pay pay ポイント運用のキャンペーンですよっていうのだけ覚えておいてくださいで、キャンペーンの対象者なんですけども以下12のいずれかの状況を満たす方が対象になりますということでまず一つ目は2023年9月にポイント運用で初めて pay pay ポイントを追加する方ということですねそして2023年8月にポイント運用へポイント追加を行ってない状態で2023年9月に pay pay ポイント追加 する方おそらくここに該当してくる方って結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ現状ですね、僕は何度かもう動画で言ってるんですけども、まあ自宅のですね、洗濯機を買い替えるためにこれまで PayPay ペペポイント運用を行ってきて、まあ約20万ポイントぐらい貯まって、もうすべて現金化してですね、まあ現状僕 PayPay ペペポイント運用に1円も入ってない状態なんですけども、そういった僕もこのキャンペーンに取り組むことができるということでございます。これ結構ありがたいなと思っちゃいますね。なので分かりやすくイラストを 出てますね対象外の方は8月中にポイントを追加された方なので毎月コツコツ入れられてる方とかまあ、そういった方からするとここに該当してくる方も中にはいらっしゃる感じはしそうですよねで9月中にポイント引き出しをされる方そういった方はこのキャンペーンの対象外でキャンペーンの参加例も分かりやすく出ておりますキャンペーン期間中に合計10万ポイントを追加した場合ですねキャンペーン終了後2000ポイントがペーペーポイントとして付与がされますでキャンペーンの参加方法ポイント運用の始め方も至ってシンプルでペーペーの アプリ内にポイント運用という項目がありましてそこからまあ上記に同意して続けるをタップでポイント運用を始めるからポイントを追加して、まあ、チャレンジコースとかスタンダードコースって選ぶことができましてあとは追加すれば大丈夫ですそしてもしですねこのキャンペーンに参加する際というよりかは PayPay ポイント運用を使う際に絶対に覚えておいてほしいところがここなんですが1回につき100ポイント以上の追加の際には選んだコースが連動する 参照資産の価格に1%のスプレッド相当を手数料としてご負担いただいた上で PayPay ポイントが運用ポイントに交換追加されるということでございますなのでこれはですねもう使い慣れてる方はご存知だと思うんですけどもまとめてドカッとまあ、1000ポイントとか1万ポイントとか10万ポイントもそうなんですけどもそういった風にドカッと入れる場合は1%の手数料がかかるということなのでこれをかけたくない場合はどうするかというと 99ポイントにして追加する時に99ポイントずつコツコツ追加していくとそうすることで手数料がかからない状態でペイペイポイント運用に追加することができるということですのでかなり手間はかかるんですけども少しでも手数料を抑えたい方はですねそういった方法もありますのでまあ参加される方はそこだけ気をつけてくださいもう手数料かかってもいいからとりあえずドカッと追加したいという方はもうそれでもいいと思うんですけどもやっぱりですねお買い物して還元されるペイペイ ポイントっていうのパターンが一番多いと思うので、せっかく貯めた100ポイントが水の泡とかになっちゃう可能性もあり得ますんで、個人的にはやっぱり99ポイントずつ手間かかるんですけども、それでコツコツ追加していくっていうのがやっぱりいいかなと思います。そして先もっと言うと、このペイペイポイント運用というのは運用なので、まあ、どのコースに追加したとしても、こう上がったり下がったりっていうのは全然あり得るんで、追加したペイペイポイントが下がったりとか、追加したペイペイポイントが増えたりっていう場合もありますので、もし行う際はもう これほぼほぼ投資に近いので自己責任でお願いしますというたのが3つ目そして4つ目は PayPay 資産運用積立プログラムっていうのが開始しましたこれは新サービスですねこれがこちらでございまして PayPayPay 資産運用投資新宅の積立購入限定で PayPay 資産運用積立還元プログラム PayPay 支払額の0.5%もらえるっていうプログラムが9月の4日から新たにスタートしましたこちらのプログラムの内容はプログラム期間中に PayPay 資産運用 で投資信託の積立をペイペイマネーそしてペイペイポイントで購入すると積立購入金額の0.5%分のペイペイポイントが付与されるというものでございます。こちらはペイペイポイント付与の上限は月に250ポイントまで。で対象の取引はですね積立購入のみが対象で都度購入は対象外となります。で対象銘柄はペイペイ資産運用内の投資信託のみで ETF とか個別株はですね対象外となりますので参加される方はここ気をつけてください。まそもそもペイペイ資産 というのはペイペイのアプリの中でペイペイマネープラスペイペイポイントで簡単に資産運用ができるサービスで初めての方も気軽に100円から始めることができます。ま僕もですね実際にこのサービスを使ってペイペイポイントで投資信託の購入をして売却をしてペイペイポイントを現金化したっていうのをですね動画で過去お伝えしたことがあります。でプログラムの参加条件なんですけども本プログラムは資産運用で積立設定をしていることが参加条件となります。ステップ1ペイペイ資産運用で投資信託の積立設定をして に指定日に投資信託を PayPay マネー、PayPay ポイントで支払い購入とでステップ三積み立て購入の三十日頃に PayPay ポイントご利用額の零点五パーセントを PayPay ポイントとして付与がされるということですねでこちらはキャンペーンとなっておりますので一応新サービスとはいえどいつか終わるかもしれないということではありますのでまあどれぐらい続くかというのは僕も予想は全然できてないんですけどもまあいつか終わる可能性があるかもしれないということでございます積み立て購入した商品をすぐに売却しても PayPay ポイント付与されますかという Q&A がありまして積立購入の支払額に応じてポイントが付与されるんで売却してもポイント付与の対象は変わらないということでございますなので PayPay 資産運用を使ってコツコツまあ資産運用されたいなっていう方がいらっしゃれば一応こういったサービスが開始しましたよということでまあ、覚えていただければ結構ですでもう一つちょっとプラスアルファの情報なんですけどもこの PayPay 資産運用というサービスについてはご利用する際にはまずは口座開設が必要となりますすで、まあ、に口座開設をされている方 問題ないと思うんですがこのサービスはですね PayPay 証券が提供しておりまして既に PayPay 証券を口座開設されている方はこの資産運用というサービスがすぐに使えるんですけどもまあ、せっかくならですねこのサービスを初めて利用される方はおそらくアプリ内で口座開設の手続きができるかと思うんですが僕的にはやっぱりですねちょっとでもお得になってほしいという思いはもう常にあるのでそこで今からお伝えするのはこの PayPay 証券の口座開設がまだの方がいらっしゃったらですねまあ、ここまで来ると予想できた てててくるると思ううんででですすすすががやっっぱりですねポイイントサイトサを経由してペイペイ証券の解説するっての口座いいお得でございます、まあ、僕が大好きなポイントサイトハピタスっていうところをですね、調べると、こちら9月の6日の時点では、ハピタスを経由して、ペイペイ証券の口座解説をすると、2000円相当のハピタスポイントをゲットすることができます。しかも、新規口座解説完了するだけで、このポイントがもらえちゃうんで、めちゃめちゃお得なんですよね。このハピタスでたまったポイントは、もちろん、ペイペイポイントにも交換することもできますし、他のポイントにも交換できる。 し現金にも交換することができますすののでで個人的にはおすすめの案件の一つでございます、まあ、あとはですね、このポイント貯めろをクリックすると、こういった風に PayPay ペペ証券の口座解説のページに移るので、ここで口座解説を行って完了して、あとは PayPay ペペの資産運用のキャンペーンに取り組む。そういった感じの流れでもめちゃくちゃいいのかなと思います。結構ですね、僕の肌感覚だと、ここ半年ぐらい PayPay ペペ証券の案件はずっと出てなかったんですけども、何ヶ月か前にぐらいにですね、案件が復活したんで、もちろん他 ポイントサイトを経由して作成するのもいいんですけども、普段からハピタスを使っている方はタイミング的にも結構いいのかなというふうにも思います。ちなみに僕ポイントサイトハピタスの認定ユーザーというふうになっておりまして。 僕の登録リンクから登録していただくと、条件を満たしたらですね、最大で2118ピタスポイントをゲットすることができます。これちょっと今月キャンペーン中なので、めちゃくちゃお得なんですよね。細かい条件についてはざっくりとこんな工夫になっておりますんで、まだ登録されてない方は、概要欄リンクからタップしていただけると、細かい条件など表示されますので、そちらをご確認ください。ま、そんなこんなで今回は、PayPay の最大30%還元、他、キャンペーン3つざっくりではありましたけども、お伝えさせていただきました。ま、最大30%還元のキャンペーン キャンペーンについてはねその l i p マイレージに限られてくるとこではあるんですけども普段からそのコカ・コーラ社の製品を購入したりとか P&G とか買おうとかそういった商品を購入されてる方からするともしかすると来月は結構お得にお買い物できるのかなという風に予想はしておりますあとはねペイペイポイントが結構溜まってる方向けのキャンペーンにちょっと近いとこではあったんですけども比較的参加しやすそうなキャンペーンばかりかなという風にも思いますんで、まあ、今回このタイミングでちょっとペイペイポイント運用してみようかなとかペ,ーペーポイペ かなとか、あとはペーペーの資産運用にちょっとトライしてみようかなとか、まあこれはご自身が参加できそうだなっていう風に思ったのであれば参加してみてもいいんじゃないかなという風に思います。で今回動画内でお伝えさせていただいた各キャンペーンリンクとポイントサイトハピタスをね登録まだの方いらっしゃいましたらこちらも登録リンクを貼っておきますんでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日も動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。